コロナであんまお店がやってないんですけど、美味しい梅干しサワーを提供してくれるお店を一軒知ってるんで、そこに行きたいと思います。ここよ、つけ麺台を行ってみましょう。梅干しサワーを一つ、うん、梅サワー、梅干しサワーお願い、うん、以上でお願いします。ありがとうございます。いや、ここの梅干しサワー美味しいんだよ。何がいいってね、巻きたらわかるよ。虫がいいですか？見た？この前梅干しサワー。これなんだ、梅干しをこうやってやってた。あ、そう、マジで？ベロベロだった。あ、そう、そうね、西口は、あ、東口で失敗したかな、今日。じゃあ西口とちょっと出方が違うかも。梅干しサワーうまいよ。ここは本当に美味しいんだよ、梅干しサワーが。知ってるんだよ。エイス。これいいよ。これなんだけど、ちょっとね、西口と出方が違うな。これね、砕いてくれてるの、西口は。そう、東口はこれ砕いてくれてないんだよ。梅干しのちょっとあれが入ってる、シロップが入ってる、梅サワーの、そう、シロップ、うん、シロップ入れるんだけど、西口の方が美味しい。潰してくれてるから。いやけどさ、もうこれもう視聴者の方は知ってると思うけどさ、つけ麺代用には味求めちゃダメな料理じゃん。美味しいからだってさ、これさ、緊急事態宣言中で酒出してるところが少ないから、いつもいっぱいだけど、普段こだわんない、求めてない。普段ここに覗いたことがないか分かんない。普段ここさ、混んでる感じだよ。お世話になってるの。確かに。そういうよ。死んでたんいや、これ刺しなら飲みますよ。いただきます。まあ、シロップいらないな、やっぱり。シロップいらないって言うの？うん、追加でいらない。梅干しはうまいよね、本当に。あの、家でも美味しく飲めるから。で、外に出てハイボールとかレモンサワーってあんま飲まないんだよ。ビールかお茶割りを結構飲むんだけど、梅干しサワーがあるお店では梅干しサワーを飲むようにしてる。カロリーも低いしね。いい雰囲気でしょ、これ。雰囲気がいいんですよ。もう中華屋って感じ。そうそうそう、書いてあるね。食べて、まだ腹減ってたら、じゃあ、つけ麺にしようよ。違うよ、ここもまた違う。違う、普通だよ。いつもベロベロでここ来るから、あんま覚えてないけど、ちょっとこれだけは言える。もう本当全部がいまいちだなって思った。はい、鶏マヨ。350円です。これ絶対さ、うまそうに見えるじゃん。すみません。あ、どうぞ、はい。レモンサワー1個もらえば？はい。うん。うん、うまいけど勝て。はい、揚げレバーの油淋ソースがけです。350円。はいね、タレつけてね。これもう見た目手羽先ですよね、これ。うん、油淋ソースはうまいね。うん、油淋ソースはうまい。うん、これはね、ソースがうまいよ。うん、うん、けど、うん、微妙。
つけ麺大王ってさ、つけ麺ですよね。つけ麺頼みましたよ、これ500円。これがね、またおそらく微妙な味なはず。なんかすっごいすごいよく見える。すっごいすごいお湯足したこれ。うまいのかな、マジ足したこれ。じゃあいきます。うん、ちゃんと微妙。目は好きだと思うけど。じゃああと一口だけもらいます。日高の勝ち。全然。これね、ラーメンの返しをスープで薄めずに、そのまま濃い液体のままただ麺を入れて食べてるような感じなわけ。これつけ麺にわざわざする意味ってあんのかな。はい、これね、最後スープ割りですよ。スープで割っちゃいます。このスープで、そうそう、普通の醤油ラーメンになるんじゃないのこれ。ちょっと飲んでみるけど、つけ麺ね、ちょっと俺の中で相当ポイント低かったからね。もう色はな、もう醤油ラーメン、醤油ラーメンってことが分かったよ。醤油ラーメンのスープになったよ。はい、やっぱり醤油ラーメンの返しで麺を食べていたようですね。美味しくないよ、辛すよ。まずいって言うてるやん。うちね、こういうのは忖度しないタイプだからね、うちの動画は。え、でも私が言うって忖度。でも不思議なのは酔っ払ってるから、何杯言うか全部飲んだ。ないないない。で、人は酔っ払うと何でも美味しくなるってことで、よろしくお願いします。酔っ払ったらな。はい、半チャーハンです。300円。チャーハンはさすがにね、大丈夫でしょう。このさ、紅生姜が乗ってるチャーハンが好きよ。うまいよね。わかった、つけ麺大王はチャーハンだ。唯一美味しい。うん、唯一美味しい。はい、ごちそうさまです。まあ、このね、宣言下でもやってるつけ麺大王、愛くるしい感じがしますけど、美味しい商品をやっと一品だけ見つけました。チャーハンね。これからつけ麺大王行ったら必ずチャーハンを頼もうと思います。いつもね、酔っ払ってここ来るんだけど、梅干しサワーがすっげーうまいと思ってたけど、シラフで飲んだらそうでもなかったっす。ということで本日の動画は以上になります。失礼します。今日も動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。じゃあバイバイ。